シェットランドシープドッグは、スコットランドのシェットランド諸島を原産地とする犬の品種の一つ。ラフコリーとよく似た外観を持つが、より小型である。シェルティの愛称で呼ばれる。シェットランドシープドッグとラフコリーその歴史は、極めて古く、そのままスコットランドの牧羊犬の歴史に匹敵するもので、同じく、スコットランド地方の牧羊犬である、ラフコリーや、 ボーダーコリーとその起源を共有すると考えられている。気候条件が厳しく、荒涼としたシェトランド諸島は、牧草地として有効な土地が限られており、飼料が不足する環境では、家畜が小型化するのは必然であった。その結果、羊はスコットランド産の半分の大きさとなっている。シェットランドシープドッグも環境に適応して、小型化したか、 あるいは小型の家畜に対応して小型化したと考えられている。人口が少なく放牧地と農耕地を隔てる柵が少なかった。この島では家畜の動きを管理する熟練の牧畜犬の存在が不可欠であった。管理していた家畜は羊だけでなく牛、豚、鶏など多岐にわたり万能犬として重宝されていた。一説によれば、 スコットランドのボーダーコリーと同じ祖先を持つ犬の内小型のものがこの土地に適応し、この地がバイキングの支配下にあった時代に彼らがスカンジナビア地方から持ち込んだサモエドなどのスピッツ系の地が配合されたものが原型であるとされる。19世紀の終わり頃、イギリス海軍の艦隊が演習のためにこの島を訪れるようになると、これらの子犬が盛んに イギリス本土に持ち込まれるようになった。この犬がイギリスに紹介された時には、スパニエルの影響を感じさせる犬であり、これにラフコリーなどを交配させながら、大型化しないように作出されたものが、現在のシェットランドシープドッグである。また、キングチャールズ・スパニエルやポメラニアンの地が入っているとも、考えられている。当初は、シェットランドコリーという名称が一般化し、 1909年にイギリスのケネルクラブがこの名称で公認するが、コリーのブリーダー団体からの抗議を受け、数年後に現在の名称に変更された。その名に反して、現在では牧羊犬としては非主流となっており、その性質からもっぱら家庭犬として世界中で愛好されている。ありがとうございます。